わこれえぐいな。ちょっと髪の毛はねてんな。まあいっか。ネズエッタ豆ちゃんです。今日は10月3連休のユニバの混雑状況を見に行きます。イエーイということで、あとちなみにこのミニ TV ではこれからもユニバの混雑状況をお願いしますね。チャンネル登録、評価、コメントお願いします。で、10月の11日、12日、13日はですね3連休になってるんですよね。で、毎年この10月の3連休はパークめちゃくちゃ混雑するんですよ。で、今日なんですけども、ユニバのスタジオパスおよび年間パスポートがね売り切れてるんですよ。で、こういうね、ユニバの入場チケットが当日券完売になってる時はですね、パークねめちゃくちゃ混んでるんですよね。だから今日がおそらくねハロウィンシーズンの中でもね最も混んでる日と思うんですよ。で、早速ね今日のねパークの様子をねお届けします。で、僕一応ね昨日の夜のパークの様子もね見てきたんですけども、またその様子をねまた後でねお届けします。で、今日のね豆ちゃんのコーデなんですけども、いつもねこのミニ TV の混雑状況の動画で皆さんに豆ちゃんにどんなコーデしてほしいかね聞いてるんですよね。で、まあ、ゾンビコーデしてくださいって聞いてたから、今日ですねこのねゾンビのマスクに、あとはですね、まあ、ゾンビを生み出した神様って言ってるかな、このハミクマ様は、まあ、このハミクマソウルやけど、今回ねゾンビコーデの豆ちゃんがね皆さんにねパークの様子をねお届けします。あと、この豆ちゃんね、もう一個のチャンネルで、ゆるっと豆ちゃんですっていうチャンネルやってるんですよ。で、そのチャンネルでは、普段あげないような動画をあげてるんで、ね、それもね、チャンネル登録してね、楽しみにしてください。で、寝癖直らんな。どうしよう。シャワー浴びたつもりやけど。で、ここ数日のユニバの天気って今日は、こんな感じです。で、気温的にはですね、それこそ、今週の初めの方はですね、ちょっとね、涼しかったんですよ。だからそれこそさ、まあ、長袖で、ね、過ごすことができたんですけども、また最高気温ね、30度近くなってるよね。だから今日はですね、長袖やったら暑いから半袖で、ね、過ごす日やわ。いや、何このまた気温上がるよ、ほんまに。で、なんか天気予報やくね、11月になってもね、まだあったかいらしいですよね。だから今年ね、異常気象なんで、まだまだね、暑さ対策はね、してください。で、俺もさ、まあ、今週の初めの方さ、まあ、涼しかったからさ、今日さ、マスクしてきたけどさ、もうマスクも暑かったわ。だからごめんなさい、いきなりゾンビマスク、取ったんですけども、そこら辺ね、ご了承ください。で、早速ね、パークに入るんですけども、その前に、ちょっとこれ見て。いやー、久々やな、年パスとスタジオパス全てノーセール。いや、もうソールドアウトじゃないねんな、もうノーセールなんねんな、この場合。いや、今日えげつないやろな。で、今日はね、なんとね7時にオープンをしました。で、それこそさ、アーリーパークインあった時はですね、アーリーパークインしてからじゃなかったらユニバね、オープンしなかったんですけども、今、アーリーパークインなくなった影響で、もう最速オープン時間、7時にオープンするっていう。7時か。やばで、今日やけどさ、一応さ、年パススタンダードは除外便なんですよ。だから年パス便が少なくて、まあ、スタジオパス持ってる方がですね、多い日やけどさ、いや、それでもね、この時間帯でもね、入場ゲート待ち列できてるわ。いつもやったら一瞬でね、パークに入れるけどな。で、ユニバにはですね、大体ね、5分ぐらいで入れたけどさ、この時間帯で入るまでに5分かかんの？マジやばいな。で、今日のね、エントランスの様子やけどさ、いや、これもう、人が多すぎてもう訳わからんわ、ほんまに。うん。やっぱこの、ハロウィン始まってから一番ね、ここのエントランスもさ、人通りが多くなってるよね。いやー、やっぱ、これがもう、ユニバのハロウィンパワーか。いや、さすがね、当日券売り切れてるだけあるわ。それこそさ、エントランスに入って右側にあるマリオカートとスーパースターのポップコーンバケツカートに関したら、いや、これに関したらさ、もう二重の待ち列できてるわ。これ商品買うためにさ、
30分とか40分ぐらいはかかるんちゃうかな。ここ混んでるわ、えぐいな。前日のロールクロワッサンとイノスケチュリトスのカートに関したら、ここさ、普段やったらすぐに商品買えるけど、ちょっと列できても、いやそれでも大体まあ5分10分ぐらいあったら買えるけど、ここ混んでるわ。今日多分どのフードカートも混んでるで。これもえぐい。ビバリーヒルズブランジェリーも、いやこの時間帯で外まで待ち列びっしりできてるわ。これ商品買うためにさ、長かったら1時間ぐらいかかる可能性あんで。行く。あとここもね、すぐに買えることが多い炭治郎のひょうたんポップコーンバケツも列できてるわ。いやこれも買うためだけにね、10分15分ぐらいかかるんちゃうかな。行く。で、鬼滅の刃 XR ライド前の様子やけどさ、いやこの鬼滅もですね、もう最近はですね100分超えるかなぐらいのね待ち時間やったけどね、やっぱ今日ねさすがの3連休200分待ち超えてるね。いやーこの鬼滅200分待ち超えるの結構久々じゃないかな。うわめちゃくちゃ賑わってんな。でここはねいつも通りにすごい混んでんねんけどさ、ポケモンのハロウィンフードが売ってるスタジオスターズレスラーもね、いやもう余裕でね外まで長い待ち列できてんね。えぐ。これもね商品買うために2時間待ちぐらいかかりそうやね。でコナンのねアトラクションの待ち時間もまあこんな感じです。でこれもびっくりやな、もうこの時間帯でさ待ち時間100分超えてるで。でそれこそさ、まあ、夏の期間はパレードの関係で、まあ、13時あたりが100分待ち超えることが多かったんですけども、この時間帯で100分待ち超えるのってそれこそさ、このコナンのアトラクションが始まった当初以来じゃないかな。だから3月ぶりくらいね、この時間帯で100分超えてるっていう、えぐいな。でポケモンハロウィンジャンピンパーティーが開催されるグラマシーパークやけど、もう全然ね始まる前やけどさ、もう前からだいたいもう4列目ぐらいまで埋まってんねん。もうすぐで芝生埋まりそうやもん。えぐー。普段だったらですね、まあ、この時間帯で最前列が埋まってるかなぐらいやけどさ、やばいな。でフィネガンズバー&グリルやけど、現在の待ち時間が150分。えぐい。で14セカンドストリートスタジオですね、ハミクマとハミクマソウルのグリーティングやってるけどね、これね今日ねどっちもね売り切れっていう。いやーやっぱりね。ここもすげえわ。ルイズニューヨークピザパーラーやけどさ、いやここの待ち列もさ、外までもえげつない待ち列できてるわ。でこれねクルーさん曰くね1時間ぐらいは並ぶらしいっす。でバイオハザードナイトオブヒーローズなんですけども、これねアトラクション整理券をユニバの公式アプリで手に入れないといけないですけども、今の時間帯でこちらのね整理券です。もう最終便っていう。いやまあえげつないなほんまに。いつもたらねこの時間帯でもねまだ18台のね整理券取ることもあったんすよ。それと比べても今日えぐいわ。でユニバーサルマーケットの様子やけどさ、ここにあるしねいろんなフードカードがあんねんけどさ、いやここもえぐいわ。このねドルチェチリトスティラミスのね街列やけどさ、いやもう街列どうなってんの。これ買うためにこれも40分以上1時間ぐらいかかるんちゃうかな。でブーホットドッグチリミート&アボカドディックの街列もね、これもすーげー長いわ。いやこれも30分以上は平気でかかるで。で鬼滅の刃とのコラボレストランの刀鍛冶の里ひょっとことやけど、これね入店整理券が必要やけど、どうやらクルーさん曰くさ11時にね整理券配布するようになったらしいっす。これ最速ちゃう11時に、ね、終わんの。でミニオンパークの様子やけど、いやここもえぐいなほんまに。いやそれこそさもう今年入ってから一番混んでるミニオンパークじゃないかな。アトラクションの待ち時間もねミニオンはちゃめちゃライドもね余裕でね2時間待ちとかも越してるっていう、やばー。でミニオンのゲームコーナーのねレジの待ち列もねもう入り口近くまで並んでるんよ。えぐいでこれ、めちゃくちゃもうガッポガッポやな。で今日のねサンフランシスコエリアの様子やけど、まあここはですね、まあ、ミニオンパークからジュラパエリアにつながる道で普段でも賑わってるけど、いやここもね、いや今年一番賑わってるんちゃうかな。でこれもすげえわ、ハピネスカフェの街列もね余裕でね外までびっしり列並んでんで、
これは絶対に1時間以上、長かったら90分、2時間ぐらいかかるで。めっちゃ人気で、ハミクマとハミクマソウルのドリンクが売ってるワーフ会もね、これもえげつない街列やわ。これも商品買うためにね、30分以上かかんで、ハロウィン始まってから一番ここも混んでるわ。で、これもね、ちょっとオワミ TV 見てる人だったら驚くけどさ、ドラゴンズパールっていうね、普段だったらすぐにね、商品買えるレストランもね、外まで街列並んでるっていう。いや、これもね、えぐい。カフェためにも20分、30分かかんちゃうかな。で、復活したね、ロンバースランディングもですね、いやこれもえげつない街列なってんな。これもね、もう2、30分以上はかかるやろな。で、ピタサンドが売ってるね、こちらのね、ロンバースランニングテラスもね、いや、すごい街列やね。これをね、商品買うために20分以上かかるんちゃうかな。まあ、とりあえずね、今日みたいなね、ワンデーゲストって言って、まあ、年パス以外のゲストが多い時はですね、まあ、基本的にね、ユニバの入場チケットを買ったら、パーク再入場できないんですよね。その影響でパーク内でご飯食べるゲストが多いから、パーク内のね、飲食施設ね、めちゃくちゃ混む傾向があるんですよ。いや、だから今日ね、ユニバのどこのレストランとかフードカートもね、爆ゴミマジやばい。で、ジュラシックパークエリアの様子やけど、いやー、ここのエリアもめちゃくちゃにぎわってるな。ほんまダイナソーの待ち時間も余裕でさ、もう2時間待ち超えてるっていう。これはやばい、ほんまにやばい、しか語力ないわ。で、スモークチキンが売ってるホッシルヘルズもね、いや、この列えぐいわ。このホッシルヘルズの周りの、ま、葉っぱとかあるところをぐるっとね、囲むぐらいの待ち列になってる。これも商品買うために30分以上はかかんで、それ以上かかるかもしんない。全部そうやん、今日。で、ここもえぐいわ。普段はね、結構空いてることが多いね、ディスカバリーレストランもね、外まで待ち列できてんで。これも買うために30分ぐらいかかるやろな。あと、ポークリブのカートもね、いや、これもね、もうわけわからん待ち列になってるわ。もう余裕でさ、もう待ち列折れ曲がって二重の待ち列になってるんやけど、これ多分伝わらんやろな。なかなか表現難しいけどさ、まあ、とりあえずこれも商品買うためにさ、もう30分以上、40分ぐらいかかるかも。ポークリブ買うためにそれぐらいかかるのか。めっちゃ感じだったわ。で、オーターワールド前、だから任天堂ワールドの入り口前の様子だけどさ、いや、ここも人混みえっぐいわ。で、今日ね、僕ね、ユニバに入場した時点で、任天堂ワールドね、整理券配布終了になって、抽選券になってたんですよ。だから今日はですね、今日ね、マリオの様子ね、お届けすることはできないんです。ほんまにね、すいません。ってことで、ね、まあ、今日のね、まあ、任天堂ワールドのエリア入場整理券情報だけど、今日はですね、だいたい7時20分ぐらいの時点でね、整理券ね、配布になってたらしいっすわ。で、今日なんですけども、なんとね、9時頃にはですね、エリア入場整理券配布終了になって、抽選券になったらしいですよ。えぐない？これ多分ね、今年始まってから最速で整理券なくなるスピード早かったな。で、今日はですね、マリオの様子をね、お届けすることはできないですけども、今日のね、まあ、任天堂ワールドのアトラクションの待ち時間ね、表示します。で、まずマリオカートがね、まあ、こちらです。いや、すげえな、マリオカートも今日爆ゴミやで。で、ヨッシーアドベンチャーもね、まあ、こんな感じです。いやー、このマリオ系のね、両アトラクションもめちゃくちゃ人気やな。いや、もう入るのも大変やもん、今日は。で、スモークチキンのカートやけどさ、いや、これもえぐいわ。これももう40分、50分ぐらいかかんねん。で、アメティビレッジの様子やけど、まあ、ここね、普段からね、まあ、任天堂からハリポタエリア、ワンダーランドとかハリウッドエリアに繋がる道やから結構混んでる傾向あるけどね、今日はもう普段の倍やわ。えぐっ。で、アミティランニングレストランもね、外までなっげえ待ち列できてるわ。いや、これもね、40分以上、長かったら1時間ぐらいかかんな。もう全部そのぐらいやん、今日。で、やってきましたよ、魔法界。じゃあ、まあ、一応歌いますか。トゥートゥートゥー、豆豆ポーラー、人やばくても歌うよ。マジ今日えぐいわ。今日のね、魔法界の様子やけどさ、ここやっば。どうなってんの、ほんまに。人が多すぎてさ、もう
歩くのも困難っていう、もう歩けないレベルやでこれ、うん、もう今日ねパーク一周してるけどさ、もうちょくちょく俺止まってんもん、ほんまに人が多すぎて。いやー、これがハロウィンユニバのパワーか。なんか今年のねユニバの1年間の混雑見たらさ、まあ、去年よりかはね、ま、全体的にちょっと空いてるんすよ。けど今日の混雑はですね、マジ去年と同じぐらいかそれ以上やわ。いやさすがやな、やっぱもうハロウィンのユニバってめっちゃ人気やなと思うわ、これ見たら。うん、アトラクションの待ち時間もね比較的長い待ち列になってんもん。いやマジ半端ないな。でこれもすげえな、3本のほうきの待ち列もさ、この3本のほうきの専用のね柵の待ち列を超えるね待ち列になってるって。これも1時間2時間ぐらいかかんで、でバタービールのカートの待ち列もこれもえっくいわ。いやこれもねもう40分以上はかかるで。でワンダーランドの様子やけど、いやここはもう今入り口いるけど、もう入り口からもう詰め詰め、やっぱりここもめちゃくちゃにぎわってるわ。それこそさスヌーピーバックロットカフェもね余裕で外まで待ち列並んでも、これも1時間ぐらいかかるんちゃうかな。いやもう全部そうやん、もうセントラルパーク付近の様子やけどさ、いやーまあここもね、まあ、いろんなエリアにつながる道やから普段でも結構混んでるし、でももう今日もえぐいわ、てか今日一番えぐいわ。でアツーラ・ディ・カプリもね入店整理券必要やけど、もう今の時点でねもうなくなりました。もうさすがやな。でここのパークサイドグリルもね入店整理券必要やけどさ、普段やったらですねこの時間帯で1時間後とかの入店整理券配布とかなんですけども、なんとね今の時点で入店整理券配布終了になりました。でそれだけじゃなくて今日9時に入店整理券配布になって、9時半に、ね、入店整理券配布終了になったんですよ。30分で配布終了になるって今日えぐいで、これも。で今日のですねこのハリトリバックドロップの様子やけどさ、いやこのハリトリバックドロップもえげつない街列やな、ほんまに。いやーやっぱハロウィンシーズンはこの2つのアトラクションめちゃくちゃ向き1個あるけどさ、もう今日が特に混んでるわ、マジ半端ないぞ。でマリオカフェ&スターもね、いやこれ久々に見たわ、外まで街列並んでんで。これも商品買うためにさ、もう40分、50分ぐらいかかるよね。もう最近ここまで並ぶことなかったからな。で、今日のね、チェーンソーマンのフードカートの待ち列もこれもえぐいわ。いや、9月なんかね、これすぐに商品買えたけどね、もう今日なんかもう余裕でね、30分以上、40分ぐらいかかんで。はい、じゃあ一通りね、パークの様子を見に行きました。でまだね、エクスプレスドアの在庫状況を見てなかったから、それも見に行きますわ。で、さすがね、エクスプレスパス。もうね、すべて売り切れてんだよ、えぐ。普段からハロウィンセットとか売れ残ってるけどな。で今日さ思いのほか混雑やばすぎで、まあ、それに目いっちゃってねちょっとね忘れてたんですけども、このねおもみ TV 氷のねまみちゃんの質問コーナーねやっていきます。で質問ね募集してるんでぜひねコメント欄に書いてください。でまずはですねまみちゃんの子供の頃の夢は何でしたかって聞いてたけどさ、俺もともとね、まあ、野球やってたよね。だからプロ野球選手とかなりたかったかな。まあ今も定番やね、野球選手って、うん、俺の時は今大谷翔平やけどさ、イチローやったよね当時、そのすごいあの有名やったのが、うん、だからイチローみたいになりたいなと思ってたんよ。まあ今も有名かイチローはで次はですねオールナイトの時にドンキーのアトラクションかジュラフライド乗れる可能性ありますかって聞いたけどさ、もう無理でしょうねこれに関してはさすがに。もう早速にそれやったら、まあ、今の時点でリオープンしてると思うので、まあ、おそらくこれは乗れないと思います。で今日ねパークの様子を見に行ったけどさ、もうさすがねもう一番混んでた、ほんまに混んでたな。で一応ね昨日ね夜の様子を見に行ったんですよ。それがね、まあ、こんな感じです。で早速ね3連休の夜のパークに入るけどさ、やっぱもう3連休やから年パススタンダードの方はですね除外日なんですね。でその影響で夜の時間帯は入場待ち列並んでないですね。平日の方がやっぱ並んでるよね。でユニバにはこの時間帯やったら一瞬で入れたわ、マジ瞬発やったね。でいやもうエントランスからこれえぐいなもうめちゃくちゃねもう人の行き交いあるで、うん、もうかなり賑わってるわここのエントランスから。いやそれこそさマリオカートのボックスコンバケツカートもすごい待ってるじゃん。もう
これ買うために20分以上はかかる可能性あんで。でこちらね、まあ、鬼滅の刃 XR ライド隣やけどさ、チェーンソードンブが出るけどもう人がすごいいやマジでこれゾンビとかも歩くの大変やろこれ。でお猿のジョージもあるしね、一応人形ゾンビが出てくるけど、いやここもやばいわ、もう歩けるってレベルちゃうもん、ほんまに。でコナンのアトラクション横はゴーゴー受けたゾンビが出るけど、いやここももう見れないよゾンビが、もう入場制限やもんな、もうレベル的には。で毎回混んでるこちらのヴァンパイアと白ゴシックキラーのゾンビのエリアやけど、もうここもねもう柵できてて、ゾンビエリアね普通にね出入りできないですよ、一方通行なんですよね基本的には、マジ半端ない。でまさかのこのヴァンパイアと白ゴシックキラーのゾンビのエリアね入場規制かかってるらしいっすわ。ゾンビエリアに入場規制かかんの。でバイオハザードのアトラクションもですね、まあ、整理券に関してはもうつい先週までさ18時来いともね取りたんですけど もう最近はもう18時までにはですねアトラクションの整理券配布終了になってるんですよ。だからこれから行くとしてね整理券はね早めに当ててくださいいやマジ混んできてるわ。ユニバーサルマーケットの、まあ、ドルチェチュレスのティラミスの街列もこれ半端ないわ。え夜の時間帯で、ね、夜の時間帯に20の街列できてんもん。いやこれ買うために30分以上は余裕でかかるで、半端な。でミニオンパークの様子やけど、ここはね一応ねゾンビが出ないエリアやけどさここもすごいな人が。うん、いやそれこそ夜なのにもうほんまに昼間の大混雑日ぐらいの混雑やで、ベンチとかもほとんど埋まってんもん。処刑人ゾンビが出てくるサンフランシスコエリアもめちゃくちゃ遠いわ。すごいな、まあ、こんなもうゾンビ見るっていうレベルちゃうもんここまで来たら。すごいゾンビどこにいんやろ逆に。普段はね結構ね好きがちな部族ゾンビが出てくるジュラシックパークエリアやけど、ここも半端ないわいやこんなに人混みある、ほんまにめちゃくちゃ混んでるで。ここもマジゾンビ歩くのも大変なレベルの混雑や。スモークチキンのかと思う、超激混み。これ夜やけど30分ぐらいかかんねん、マジでこんなに混む3連休で。アミティビレッジの様子やけどさ、いやここも半端ないわ。まあここはねやっぱ人気エリアの間にあるエリアからね結構ね混んでる傾向があるけど、いや今日も京都で大混雑やで、ね、ここも、うん、すげえなこれ。いやこれ昼間の混雑日の様子やん、ホラーナイトだったらもうちょいここ空いてるけどな、やば。で今からね魔法界に行くけど、もう混みすぎてね一方通行になってるっていう、普段ねクルーさんによる誘導ってないんですよここの道。クルー車がバリバリね誘導してるってね、いやえぐいなここも。魔法界やってきました。うーわここもめちゃくちゃ混んでるで、すごいなほんまに。これ昼間の混雑やん、昼間以上の混雑やで。これバタービールのカートもすげえ待ちれちゃうわ。いやこれすごいな、これね買うためだけにこの時間帯で30分以上かかるんちゃうかな、えぐー。いやそりゃこんな顔なるわほんまに。でワンダーランドの様子やけど、いやここももう混雑わけあかなくなってんなほんまに。え夜やで、夜やねんでこんなにパンパンな人、すげーな10月の3連休って。で張り取り前はサーカスゾンビが出るけど、いやここも半端ないわいやもう見れへんもんゾンビたちが、すごいことなってんねん。で夜も夜でねめちゃくちゃパーク混雑してたんで、おそらくねこれからねどんどんねパークね混んでくる可能性が高いと思うんですよね。だからぜひねこれからねユニバに行くとですね、このオンリー TV ではハロウィンユニバの攻略動画とかね開けてるんで、ぜひねそれもねまた見てください。以上永遠に熱い豆ちゃんでした。いやマジ去年の倍ぐらい熱いねこれ。だけどこれからもねいろんなね楽しい動画をお届けするんでね、チャンネル登録とか、そしてツイッターのボタンお願いします。じゃあバー